こんにちは。こんにちは。自宅ではないと。また？いやまだ何も言ってないから。これベースボール会の話じゃないの？それは分かんない。無理無理無理。そればっかりは。無理無理無理。はい、ダーツライブさんにお呼びいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。で、こちらね、ソゾスタジオさんと言いまして、ダーツの日の撮影をしていた会場でございます。ということで、まあ、もちろん二人ではない。野球少女プロダーツプレイヤーの方をお呼びしております。違うじゃん。はい、よろしくお願いします。イェイ。宮脇美優です。行きます。野球少女みたいなこと言ってましたけど、野球一切やってないですね。ほら、一切やってない。フォルムがもう似合う、似合う、確かに。で、まあ今回なんですけども、前回岩田プロも含めて4人でやらせていただいたベースボール会というゲームありましたよ、ね、めちゃめちゃ面白いやつね。ライブラボっていう LINE と連携することでできるゲームになってますんで、まだしてないよっていう方は概要欄に貼っておくのでチェックお願いします。お願いします。ます。新機能が追加されたということで、はいはい、そちらをやっていこうではないかということでお集まりいただいております。また今回この新機能、まあ、やりながらね、どこが新しくなったのかちょっと感じていただきたいと思いますんで、いきなりですけど、はい、ログインして遊んでいただければと思います。で、ここのベースボール会、こちらからログインしていきます。1番ピッチャー山口、背番号61。え、これ前回あったっけ、こんな読み上げるの。実はピッチャーなの。驚いてるのは読み上げてることに驚いてるから。育成出身かもしれない。いや知らん知らん知らん。そんなこのアナウンス機能っていうんですかね、ウグイス嬢の方が読み上げてくれる。え、これ誰がとかあんの。お、気になっちゃった。いやいや、気になっちゃいましたね。やべ、捕まっちゃった。野球やってる方とかだったらご存知の方結構多いと思うんですけども、声がね、セクシーすぎるウグイス嬢として、まあ、メディアとかいろんなとこ出られてた藤生さんっていう、もうプロでもウグイス嬢やられてた方の声です。これなんか声捨てさんっていう会社の声ステーションっていう、まあサービス、まあ機能みたいなのがありまして、でその声捨てさんとダーツライブさんがコラボ的な感じですよね。で、期間限定でこの藤井さんの声が聞けると。なるほどね、うん、自分のカードネーム読み上げてくれるわけでしょ、藤井さんは。めちゃめちゃいいじゃん。2番キャッチャー宮脇美優、背番号64。おお、キャッチャーなんすね。キャッチャー、あ、じゃあこれユーストで違うんですね。あれ、さっきピッチャーでしたっけ。さっきピッチャーでした。バッテリーだったんだ。確かに2人はバッテリーだったの。そうなの、多分そういうこと。実はちなみに番号とかでランダムなの、はい、この番号っていうのはダーツライブカードの番号あるじゃないですか、後ろの ID、 あれの下2桁と関係があるらしいです。もうちょっとそれ以上ですね。すいません。じゃあちょっと早速プレイしてみましょう。はい、ずっと流れてたけど、また読み上げてたの。そうです、俺の名前。これなんかやっぱテンション上がる。あ、まずい、うまい。じゃ今回は勝たせてもらおうか。あいや、よし、おお、すげえ。うわー、性格悪いわー。ちょっと待って、早くなるやつだと思ったのに。うわー、強い。もうバレてる、もうバレてる、これがもう。あ、終わった。あー、惜しい。性格出ます。で、僕も宮脇さんに操作してもらう。山口、はい、あ、うまい。おお、全然バレなかった。今加速。速っ。あ、速い。速いな。175キロ。はい。3つしかパターンないから。宮崎ゆかりです。え、何今の。え、またなんか。またなんか入れたんすね、新しいの。なんで出身が宮崎って知ってるんだ。しゃー、状況になりました。ちょっと待って、
なんでその地域をそんなに言うの、俺に、俺が言う。すげえ。やば。東洋作戦。東洋に10点なしに来たんですね。ちょっと待って、待って待って、機能について何もまだ分かってないの。これどういうことなの。あ、聞いちゃいましたね。あ、また捕まった。あ、じゃあちょっと説明します、はい、画面右上にちょっと出てたんですけども、これヤジモードって入力するとヤジを飛ばせます。しかも読み上げてます、まあ、ヤジなの。なるほど、そういう機能だったの、はい、さらに見てる側も一緒に楽しむことができるという。あ、なるほど。機能が追加されました。だ、投げてる人以外のこの2人が同時にヤジ飛ばせます。で、4人だったら3人で飛ばす。だんだんダーツライブが邪魔する方に命かけ出してる。本当だ、出てる。違う、選択した選択した。え、いや、してない。じゃあ、ヤジを考えていて。YouTube 更新。だって、あ、ちょっと待って。動揺してしまう。いや、じゃ無理でしょ。無理だ。びっくりした。ちょっとね、ずっと気になってたの。 YouTube やられてますよ。やってます。更新してないな。確かに最近更新してない。いや、それちょっと今ヒヤッとしましたね。まあちょっとジャパンがあったからね。あ、確かに。そうそうそう、本業がある。そう、なかなかね。はい、よし、休止に専念した。いや、絶対してないな。いや、してる、してる、ほら、してる。右下出てるし。え、怖っ。やっぴ。絶対宮脇さん、早っ。やっぴに気を取られてたな。かわいいヤジ飛んできた。めっちゃ面白い。いやいや、ヤジじゃないやろ、もうあれ。早い。そういえば、やっぴによくわかりましたね。ヤジ。ヤジに気を取られたわ、まんまと。ちょっと待って、ちょっと待って。今、言い慣れてたぞ。これめっちゃむずくない。お、邪魔も入ってるな。よし。おお、すげえな。なんで打てんの。心を無にして、どんな言葉にも耳を傾けず集中してやる、これだけです。それがもうベースボール界の。おい、誰だよ。宮崎のはずから振った。はいはい、宮崎に弱いなお前。ヤジ聞いてるな。聞いてるね。聞いてる。あと皆さん、グローバーって方が多分。グローバーって方がいい。そう、グローバーって方がやりやすい。確かに、いっぱい持ってるから。うまいわ。宮脇さんにヤジ飛ばせるってすごい。よく。そうや。絶対よくだもん。あー、ちょっと早い。これちょっと。198キロ。よ、もっと上手いことできそうだね。消えます。消える。消えないし、ハンドクリーム見つかってない。これうまいこと。よいしょ、いい。おお、すごい。打てたわ。うちのツイッターめっちゃ見てるじゃないですか。うまい、見てる。マジでツイッターでハンドクリームなんかいいのありますかって聞いてたんですけど。そうそうそう、めちゃめちゃ覚えてて。びっくりした、なんで見てないと。見つかってないんだと思って。見つかってない。見つかってなかった。病院には行きました。あ、病院に行った。そうそうそう。ヤジ怖えな。これヤジも読む。いや、打てるわ。打てるわ。早くならないんか。うわ、煽られてない俺。10kg 痩せて。やかましいわ。早いよ。いや、おならしてるやついる。早くねえし、全部嘘じゃねえか。おいおい、連携取ってきてるから。連携取ってんな。よし。うわー、うわー、今めちゃめちゃフフのタイミングよかった。フフのタイミング完璧やったな。完璧やった今の。緩くなる時ぐらいにちょうど出てきて、タイミングがもう、タイミング素晴らしかったわ。ごめん、め、め、め、え、最近内臓脂肪にしてそうな
って何やっといろんなフル機能使ってる人います。何ケアしてる人いる。待って知ったものは全部使ってくる、まあ、確かにやば、来るぞやおいや、豆腐は食ってるけど聞いてる聞いてる。俺の内臓脂肪いじりすぎじゃない？僕じゃないかもしれない。内臓脂肪いじりました。知らない僕の何も知らないです。ちょっとビリなんだよね。あ、確かに。そう、確かに。もちろんゲレンダルあられてる。めちゃめちゃあられてる。まあもちろんね、言ってもらわない。おおおお、当たった。すげえ、よく当たった。俺はいけんじゃん。いやだ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 おっさんみたいな声が出てる。ストレージ投げました。はい、本当に本当あっ、惜しい。え、なんかピンクになってるんやけど。なんでピンクになったの。なんでじゃあガチで知らない機能出てきた今。これはな、なんでピンク、なんでピンク。特定のワードが含まれてると色が変わる。告りました。いや違う違う違う。これはあのダーツライブの YouTube チャンネルで宮脇さんが初恋について聞かれた時に初恋を発売って聞き間違えたっていう。ああなるほど、めっちゃ詳しい。ねえ、何がその間違いと思うの。うわ、見えない。うわはいはいはい。これをヤジ機能で。リアルにヤジ飛ばしてる。ヤジ機能とあの瓶とヘイ。すごい嫌です。同じ声やっちゃった。同じ声しようってんだけど。うっ、あー、うまい。全然気にしてないあいつ。すぐらいかぶせられたらしんどい。いや、煽られてます。すごい丁寧に。へいや、ヘイがすごいな。あ、見えねー。うわー、早くなる。そういうね、はい。まあ結果としては、まあ、菊池くんが一番やじられてましたもんね。だから普段からダーツやるときにやじられてる説があるんだよ。なるほど。そう、体勢が、体勢がついている。そうそう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ベースボール界がさらに進化したバージョン、プレーされてみていかがでした？現代的というか。あ、はいはいはい、自分で打って読んでくれて、いい声で言ってくれて、ヤッピーを読んでくれるってすごくないですか？いろんなこと言われて、うん、で聞い取られてる間に剛速球が来るわけ。夫婦のブレーキボール。やっぱりあれ見た時に、あ、これが野球なんだなって。違いますよ。この藤井さんの声、ウグイス嬢のが、まあ、期間限定となっておりますので、まあ、この声をぜひ聞きたいということは、まあ、今のうちですよという感じですね。確かに。プレイしてみてはいかがでしょうかと思います。はい、はい、じゃあ皆さん本日はありがとうございました。ありがとうございました。